みません。うまく聞き取れなかったので、もう一度。いろんな表情を作ることができるという特徴を持っています。ですので、そのいろんなその人間らしい怒りとか喜びとか悲しみとか、そういった感情を表情を使って表すことができるというロボットになっています。